F3 戦闘機開発2に、地英共同開発が正式合意とされ本格始動している中、三菱重工でも、この2、地英共同開発を歓迎しているとの話。今回は、F3 戦闘機開発の先にある F4 準国産戦闘機開発の行方を詳しく見ていきますね。岸田総理の防衛に関する正式発表で、税制の問題が出たが、どうなるのか、今後の日本情勢には、防衛力強化は喫緊の課題だ。防衛費を上げることに反対していた野党が悪い。徐々にやっていれば、こんなことにはね。2022年12月9日に、日本、イギリス、イタリアの3カ国が協力し、新型の戦闘機開発を共同で実施することが正式発表を迎え、日本としても、第二次世界大戦後に、初めてアメリカ以外の国との兵器の共同開発に踏み出した。今回3カ国で共同開発される戦闘機は、日本の場合は、現行の F2 戦闘機を代替する機体となり、イギリスとイタリアでは、同様に、現行のユーロファイタータイフーンを代替、共に第4世代戦闘機を更新する目的を持つ。もともと、イギリス・イタリアは、これにスウェーデンを加えた形で、次世代戦闘機の開発を含む、テンペスト計画を指導していた経緯があり、この2カ国に関しては、事実上、その計画がスライドした形と見てよいだろう。テンペスト計画には、名を連ねていたスウェーデンではあったが、これまで、戦闘機は、自国で生産する体制を続けており、テンペスト計画で開発される機体についても、調達予定はなく、技術獲得が目的だったとされていた。そのためか、今回の、日本、イギリス、イタリアでの3カ国の戦闘機の共同開発が正式発表に際しては、イギリスのロイター紙は、テンペスト計画が、これに統合されたとの見解を示しており、日本の参加を歓迎している。続けて、ロイター紙では、日本が、今回、新たにプロジェクトに加わった意義を、高精度な AI とサイバー領域での戦闘能力をも保持する、高速度で、高ステルス性能を両立させた戦闘機開発を目指すものと表現している。さらに、今回の新型戦闘機の共同開発には、日本が三菱重工業社、イギリスが、BAE システムズ社、イタリアが、レオナルド社と参加各国を象徴する軍需企業の優雅、統括を担うことを挙げ、技術力において、過不足がないことを示唆している。ただし、留意点として、これから開発される戦闘機に関して、巨額な開発費の案分、開発する、具体的な分野の分担等、詰めていく課題が残されていることも記述しており、多国籍な、こうしたプロジェクトの要諦を看破している。それでも、イギリスのスクナ首相は、日本、イタリアを含むこの3カ国が、世界的な基準で見ても、高精度な戦闘機を開発し得る技術を有すると述べ、新型戦闘機は、自国の防衛と、雇用等の経済的な効果も生むと、強調した。日本の防衛省も、12月9日に、航空自衛隊の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機の開発を、イギリス・イタリアとの3カ国で実施することを、共同首脳声明という形で発表。従来の予定通りに、2035年を目途に、次期戦闘機を配備する方針を改めて示した。また、ここでは、次期戦闘機という、機体そのものの共同開発に止まらず、今後の戦闘機運用に必須と言われる自立型システムについても並行して取り組むことが打ち出され、随伴させる無人航空機も含んだ内容となることが示唆された。こうした状況を踏まえて、日本の日刊工業新聞は、12月13日付の記事で、日本が、イギリス・イタリアとの次期戦闘機開発を決定した理由を、アメリカとは、次期戦闘機の2035年という、
配備タイミングが一致しなかったと紹介している。同記事では、続けて、これに対し、イギリス・イタリアとの共同開発であれば、日本が希望するその時期に間に合い、かつ、3カ国の場合、機体そのものの生産数の増加も見込め、費用負担の軽減が図れるとの見方を示した。加えて、次期戦闘機の生産数が増加すれば、これまでのように、国内の需要だけで、先細りが懸念された、日本の防衛産業各社にも、恩恵が生じると述べ、さらに将来的には完成した、次期戦闘機の輸出の可能性もあると、指摘している。日本政府からは、浜田防衛大臣が、記者会見に臨み、日本の次期戦闘機は、イギリス・イタリアとの共同開発方式を取ることで、コストの分散につながり、日本の経済にも好循環をもたらすとの見解を示している状態である。浜田防衛大臣の言葉は、イギリスのスクナ首相の言葉とほぼ同義であり、膨大な予算を必要とする今日の戦闘機開発のコストのリスクを抑える点と、自国の防衛産業、経済の保護、育成に貢献すると解釈してよいだろう。くしくも、2022年末の日本では、周辺の3カ国の行動によって、安全保障環境が著しく悪化している状況にあり、北朝鮮のミサイル発射の頻発、中国公船の尖閣諸島周辺海域への侵入、ロシアの北方領土からの威嚇が懸念されている。こうした事態に鑑み、日本政府は大幅な防衛費の増額を敢行する方針を固めており、来年2023年度からの5年間の防衛費の合計額はおよそ43兆円、以後も現行の2倍近くの支出となる見込みで、財源を増税で賄う案が浮上している。日本政府が目安とする追 GDP 比 2% の防衛費を確保する方針は、NATO 加盟国の基準に照らしたものとして、西側諸国の世界的な趨勢に合致することが大きな理由とされているが、どこまでを防衛費と見るのは不透明だ。今の日本は、海上保安庁等の組織の予算は、無論、防衛費とは別枠で計上されているが、一部の NATO 加盟国では、こうした海上警備を担う組織や、国境警備隊等の予算を、軍事費の中から拠出している現状があり、一様には比較が難しい。現在の日本の岸田政権は、防衛費の扱いの中に、海上保安庁の予算等も包括し、見た目の増額を達成したように、政治的に装うつもりだとする批判も聞こえ始めており、なかなか、一筋縄には、実際の増額とはいかない可能性もありそうだ。反面、現行の F2 戦闘機を開発した時に味わった苦い経験は、今度のイギリス・イタリアとの3カ国による次期戦闘機開発では同じ鉄を踏まないようにと、個人的には老婆心ながら願わずにはいられない。F2 戦闘機の開発に際しては、日本が機関部の国産化が困難だったことから、結果として、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとする日米での共同開発に落ち着いたが、飛行制御機構をブラックボックスとされた経緯がある。これは、完成後の F-2 戦闘機に対して、日本側が独自の改修を施す自由が損なわれることにつながり、時代や用途に合わせたアップデートを運用の現場の要請に応じて行うことができず、防衛計画にも、支障をきたすものとなった。さらに、当初は、1機あたりおよそ80億円と目されていた F2 戦闘機の開発コストは、最終的には、同およそ120億円と 1.5 倍にも増加してしまい、141機の調達予定を大幅に下げた、94機まで削減するしかない状況となった。日本の航空自衛隊においては、広い領海を防衛するためには、そこに侵入してくる敵の艦艇を攻撃するため、
他の戦闘機では、不可能な量の対艦兵装を施せる存在として、F2 戦闘機の開発を推進していた事情があった。これを考えた場合、30% 以上も、当初予定の機体数を削減されてしまった F2 戦闘機の開発は、政治的に言えば、かなり失敗だったという以外になく、次期戦闘機では、このような事態は、是が非でも回避したい部分である。ただ、そもそも、日本が、アメリカからの兵器調達を行う場合、そのほとんどは、アメリカの対外有償軍事援助、FMS に則って実施されているが、この制度自体が、兵器を販売するアメリカに、かなり有利な権付けになっている。アメリカの対外有償軍事援助、FMS は、同国の国内法の武器輸出管理法と紐づいており、日本だけではなく多数の西側諸国が、それを利用しているが、当然のことではあるが、決して、アメリカが損をしないように運用されている。アメリカ側は、販売する兵器について、独自に、その価格を設定できるばかりか、見積もり時と実際の納入時に、差額が生じた場合には、追加で費用を徴収する仕組みとなっており、購入側には、拒否する術がない。これは、アメリカ側からすれば、巨額な開発資金を投じて、自国で開発した兵器の元を取る上で、実に合理的にできた仕組みはあるが、購入する側の日本などからしてみれば、足かせでしかなく、費用的にはリスクが大きい。